どうも、こんにちは、レイワーズです。今日は、キララファンタジア、サンリオコラボはい、キララとね、キララファンタジアと、サンリオのピューランドの、サンリオさんが、コラボしたんですよ。で、私は、一回、サンリオコラボって言ったらも、もうゲーム終わっちゃったんですけど、プチグルっていう、なんかアプリで、一応やらせていただきました。ありがとうございます。ではやっていきましょう。ちょっとね、一応時間制限で今試合はもう終わってるんですけどね。ストーリーはまだ読んでないんで、ストーリーを読みましょう。キティのグッズ、サナにあげた。ここが噂の突然できた遊園地ってやつね。うん、かわいい。エトワリアに本物の遊園地があるなんて。みんなと行ったカフェの店主さんに感謝だね。遊園地のチケットくれるなんて。でも、なんで臨時休業だったんだろう。この前、すごい嵐が来たでしょ。それでお店の中まで濡れちゃったんだって。みんなでお茶しようと思ってたのに、遊園地になっちゃうなんてびっくりだね。いつも大変な目に遭うけど、今回ばかりは、花子の幸運に感謝ね。私、遊園地って初めてなの。メリーゴーランドってすごい速さで動く馬さんとか、すごい勢いで増えるポップコーンとか面白いよ。アズナランドかな。じゃあ行きましょう。なかなか行きそうじゃない。それは花子ちゃんが行った時だけ偶然そうなるだけのような。ねえねえ、ねえ、あの噂知ってる？この遊園地って実は。私も聞いた。もし本当なら楽しみだよね。早く行こうよ。かわいい。コーヒーカップにシナモンが書いてある。メロディーの風船エッテル、かわいい。ねえねえ、見て見て、クラミちゃんの帽子もあるよ。え、なになに、あの魔物みたいなやつ有名なの？魔物じゃないよ、みんな大好き。マイメロディーとかポッププリンとかすっごくかわいいんだ。メリーちゃんパンフレットにみんなが載ってるよ。どれどれ、まずこの赤いズキンをかぶった子はメロディーちゃん。メロディー好き。そうだ、黒いズキンの子はクロミちゃんって言うんだよ。メロディーちゃんの自称ライバルなんだけど、小悪魔って感じですごくかわいいんだ。で、この白い子犬の子がシナモン。こっちのブレーゴがプリン。どっちも美味しそうな名前。かな、遊園地には可愛いが詰まってるんだよ。これ思い出すわ絶対。ヒカキンのポッププリン思い出すわ、面白い。へえ、いろいろいるのね。皿とか好きそうだわ。ん？ねえ、この大きなリボンもこの子たちの名前なん、仲間なの？さすがメリーちゃん、お目が高い。ここにおわすのは遊園地との顔とも言える不動の人気を誇るプリティアイドル、その名はキティちゃん。え、でもキティちゃんのほんとなんだろう、なんから、え、キティなんちゃかんちゃかとか、なんか、はい、キティ生かしてるわね、気に入ったわ。キティちゃん、メリーちゃんはキティちゃん推しだね。あ、ごめんね。絶対キティちゃんの観覧車乗りに行こう。グッズは見に行きたいな。ええ、この分も買ってく。よし、私もひばりちゃんのお土産にしよう。はっ、お小遣い足りるかな。はるかは何がいいかな。どこから回ろっか。ジェットコースターでしょ、人気アトラクションは外せないよね。メリーゴーランドも乗りたい。
じゃあ順番に回っていこう。私はさっきのキティっていうのが、今の気配は人ではなかったみたいだけど。メリーちゃん、アトラクション乗りに行くよ。あ、待ちなさいよ。行ったことないんだけど。まあいいや。次はどこに行く？まだ見てないところばっかよね。メリー元気だね。初めての遊園地だもん。いろいろ行ってみようよ。ねえねえ、パンフレットに書いてあるこのでかいカップは何？これはコーヒーカップって言うんだよ。高速でぐるぐる回るの。何それ、乗りたい。行こう行こう。待って、戦の前に腹ごしらえ。そうだね、確かにちょっと小腹空いたかも。じゃあ先にどこかへお茶にしよう。はいはい、パンフレットにカフェやレストランの場所も書いてあるよ。じゃあ休憩も重ねて何か食べに行こう。賛成。なかなか良さそうな店ね。わあ、どのスイーツもかわいい。ねえねえ、カムリ、どれにする？うん、ここは後悔しないようにメニューのここからこっちの端まで全部行く。カムリちゃんならペロッと食べちゃいそうだね。任せて。すみません。あら、からか以外のありそうな女の子たち。じゃなかった、いらっしゃいませ。おすすめのケーキってありますか？どうでしょうか。それでしたら本日限定の10段パンケーキ、秘密の花園風味でしょうか。パンケーキの間にお花をイメージした10色のクリームが挟んでおります。10段？やるわね、うん、ぜひいただきたい。10段重ねなんてよく崩れないね。元メイドたるもの、これくらいのことは遊びしまいです。そうなの？元メイドさん！ぐでたま。お、ぐでたまや。うわ、すごい、ぐでたまや。申し遅れました。私、西川家の元メイドで、佳子様のバイト先、秘密の 花園の店長。園部下江と申します。しろべて読むのかな、ごめんなさい。あ、陽子って言うんだ。陽子さんも下部、え、これ陽子だ。あ、さっき読んだやつ。様付けで呼ばれるのって言ったら、それって双葉ちゃんとてるちゃんたちと一緒にいる。西川陽子ちゃん。おや、陽子様をご存知で。うん、一緒に冒険したりみんなで遊んだりしてるよ。こないだ一緒にご飯食べた。なんと、まあ陽子様に新たなお友達が。私感謝しております。ということは園部さんも私たちと同じクリエメイトなの？そういえば、クリアさんという方がそのようなことを言っていたような。ん？じゃあなんで里じゃなくてこんな遊園地にいるの？それがですね、召喚された日すごい大嵐で。ああ、この前のクリアさんに傘をお借りして陽子様のとこへ向かおうとしたんですが、強風で飛ばされてしまってこの遊園地に着地したんです。ですが、それで里に帰ろうにも道が分からずこの遊園地でお世話になっている次第です。
った。大変だったね。でも、着地先が遊園地だなんて、サムレさんラッキーだね。確かになかなか経験できないことですね。ここの皆さん、優しく迎え入れてくださいましたし、それもこれも私の日々の行いが招いた、うん、毒は積んでおくものですね。それなら、陽子に会いたいなら、私たちと一緒に来る？よろしいんですか？もちろんだよ。あ、でもそうなると、早く里に帰らなきゃいけないかな。いえいえ、いえいえ、ゆっくり遊んでからで大丈夫です。皆さんもネタになりそう。楽しそうですから。そっか。じゃあ、さなべさんも一緒に回ろうよ。はい。どうぞよろしくお願いします。私たちはエトワリアナ先輩だから何でも聞いていいわよ。あら、それでしたら一つお尋ねしたいのですが。何？さっき卵を割ったらこんなのが出てきまして、こちらの世界ではこれが普通なんですか？グレ玉よ。何そのグレッとした卵。それグレ玉だよ。ああ、ダーリー。こんな感じ。ごめん、ちょっとそんな見てないかな、あのグレートって。おっさんみたいな、これ。美味しかった。満足。ムフ。園部さんのケーキ、美味しかったけど量が、ほとんどカムリちゃんの胃の中だけど。もう少し時間があればもったいけた。無念。なんと。大食いの人って、意外と身近にたくさんいるものですね。多分。結構たくしだと思うんけど。ねえみえ、何か聞こえたよ。おそらくですが、水筒に入れてあるグレタマさんの声じゃないですかね。連れてきたの？面白そうだったので。はい、あまりに珍しいので、ひよこ様の見せて差し上げようかと。それに味も調理法も普通の卵と変わらないことのでしたので、食べられるんだ。普通に美味しいんだわ。マニア見すぎかな、もう。あれおかしいな。はい、ナーコ、どうかした？地図通りに進んでたんだけど、目当ての場所が見つからなくて。多分違う。はい、ナーコ、この、その地図、ここのじゃない。あれ？本当だ。この地図、別の遊園地のパンフレットだ。なんでさ。どうやったら他の遊園地のパンフレットとすり替わるの？でも。というか、アリアの遊園地って何個もあるの？なんでだろう。でも他の遊園地のことも知れてついてるね。とりあえず、道が分かりそうな場所まで戻ろっか。みんな、待って！メリーちゃん？静かにして！ん？この気配はさっきの。でもやっぱり人じゃない。あれが見つからないと。だから、あの扉の奥から魔物か何かの気配がするわ。しかも複数。え？え？遊園地に遊びに来たのかな。それはないでしょ。紛れ込んじゃったとか。何にしてもほっとくわけにはいかないでしょ。
そこまでよ。キャッ、何、何なのさ。わ、あらま。プリンと一緒だとなんだかのんびりしちゃうね。俺ポンポンプリンがいっからやろ。今日のとってもキュートなお友達。キティちゃんにメロディーちゃんにクロミちゃん、それにプリンにシナモンだ。あなたたち何者なのさ。ごめんなさい、ここは秘密の場所で。こっちこそごめんなさい、間違って入っちゃって。すぐ出ていきます。メリーちゃん、ほら早く行くよ。あんたがキティ？お？うん、そうよ。かわいいわね。ふえー、あら、強烈、熱烈なハグですね。写真だとわからなかったけど、本当はふわふわなのね。ちょっとあんた何やってんのさ。キティちゃんを離してあげて。あ、ごめん。大丈夫よ。それにゲットしてくれてありがとう。今度ゆっくりおしゃべりしましょう。メロディーたち今大変なの。だからまた今度ね。大変？メロディー、また余計なことを。どうかしたの？実はね、僕たち大事なものをなくしちゃったんだ。ちょっとシナモン、あんたまで。だってあれがないと困っちゃうけど、見当たらないから。みんなならどこかで見えてないかなと思ったんだ。それはそうだけどさ。困ってるの？よかったら私たちに聞かせてよ。うん、力になれるかも。私も手伝いたい。これまた面白そうな展開になってきましたね。みんなの気持ちとってもあったかいね。メロディー、みんなに手伝ってもらえたら嬉しいな。この人たち、多分いい人なんだわ。くでたま？さっきご縁でお会いしまして、一緒にいるんですよ。水筒に入れてくれちゃし。説明するのだり。じゃあ、お願いしてみる？賛成。あんたたちがそう言うなら別にいいんじゃない。あのね、ここはいろんな世界を旅している移動遊園地なの。世界を移動？そんなことできるの？多分よくわかんないけどできるんじゃない。私だって似たようなものだし。この遊園地が世界を移動するには力が込められたリボンが必要なんだけど。この嵐、間の嵐の日にリボンが3つなくなっちゃったんだ。それで移動できなくなっちゃって、僕たち元の世界にも帰れなくて。この世界とっても素敵だから、ずっと行っても楽しそうなんだけど。何言ってんのさ。元の世界に帰れなきゃみんなが失敗するだろ。クラミちゃん、心配してくれてありがとう。あんたのことじゃないよ。みんなの心配をしてんのさ。えへへ。私たちも探すわよ。そのリボンっての。手伝ってくれるの？キティちゃんたちが困ってるなら放っておけないよ。うん。
一緒に探そう。大丈夫、みんなで探せばきっと見つかるよ。みんなありがとう。あーよかったね、キリちゃん。ほうのステッキで大変身。じゃあリボンをなくした時のこと詳しく聞かせてくれるかな。なくしたのはメロディーとシナモンと私のリボンなの。多分メロディーはフードワゴンを片付けるのお手伝いに行った時なくしちゃったみたい。僕はお土産屋さんに避難したみんなにタオルを配っていた時かな。私はアトラクション見終わってた時に転んじゃって、きっとその時だと思うの。なるほどね。なるほどね。じゃあ3組に分かれて探しに行くのがいいかな。どうやってもいったら決めようか。そうね。じゃじゃーん。うわ、どうでしょうか。このくじ引きで決めるってのはどうでしょう。それどこにあったの。あっちの棚の上にありました。3色のカラーボールが5つ入っていましたのでちょうどよいかと。じゃあ同じ色を引いた子たちでグループを組むってことでいいかな。ラジャッタ。オッケー、そういうことね。では僭越ながら私から引いていただきます。黄色ですね。グデタマさん。あ、グデタマさんも引きます。だるいから一緒でいい。ということは黄色チームということですね。おや、今窓の外を歩いていた方、陽子様に似ていたような。あれ？ん？園部さん、どうかしたの？いえ、私少し外を見てきますのでお気になさらず続けてください。よし、じゃあ次は私の番ね。私も。ほら、キティちゃんたちも引いて。うん。ドキドキしちゃうね。ただの半分けになりドキドキしてんのさ。みんな引き渡った？じゃあ、赤の人。はーい。キティ、よろしく頼むわね。入室しました。うん、よろしくね。頑張ろうね、プリン。うん、一生懸命探すよ。はいはい、お久しぶりです。はーい。え、メロディーと一緒なの？頑張ろうね。なんであって、うわ、はい、みんなで頑張ろう。わあ、抱っこしてくれてありがとう。超話な。うん、息ぴったりって感じだよね。誰がメロディーと息ぴったりなのさ。じゃあ残りは私とバクだよ。よろしくね。よろしくね。あと園部さんとグデタマ、あれどこ行ったの。園部さんはさっきちょっと出てくるって。じゃあ戻ってくるまで待ってよっか。そうだ、いいこと思いついちゃった。確かこの穴の奥に、届かない。探してるのはこれ。そう、その魔法のスティッキー取ってくれてありがとう。これを一振りすれば、わっきゃ、これってわ、クラミちゃんとお揃いだ。ほら、リボン曲がってるじゃないのさ。直してるからこっち向きな。ありがとう。ありがとう、クラミちゃんって優しいんだね。ふん、当たり前よ。あたいは誰だと思ってるのさ。まあ、あんたもその格好そこそこ似合ってるじゃないか。ほんと？クラミちゃんにそう言ってもらえてすっごく嬉しいよ。
せっかく一緒に行くなら朝来のあやふかいいかなと思ってこれならみんなと一緒にいても違和感ないかもナイスアイディーな、やるわね、キティ。喜んでもらえて嬉しいわ。どうやら人違いだったみたいですね。無駄足だったんじゃね。皆さん、お待たせしました。私はキティと同じなんで、いつもと僕と全然違うけど、これもいいわね。メリーちゃんが喜んでくれた私も嬉しいわ。ユウちゃんとお揃いになれて嬉しいな。ねえ、プリン。見て見て、ベレー帽。プリンもとっても可愛いよ。はい。パーシのリボンにシナモンがついてる。嬉しいな。このズキンはね、おばあちゃんが作ってくれたの。メロディーにぴったり。お似合い。よいよいよ。なんだか出遅れた感満載ですね。オッケー、じゃあ、いいよ電話、カズさん。オッケー、お久しぶりです。さあガチャ引いてきましょうか。ちょっとね、前引いてみたんですけど、あの当たりはね、出ませんでした。夜もお手伝い頑張ります。来たいなと思ってます。行きましょう。行ってみましょう。さあガチャよ、来てくれメリー。来い。お、来た。来た。これがなかなか来れんだよな、もう。って言ったら来るんじゃないのって感じはしたけど。ああ、これ。これも違う。これも違う。もう一つ。もう次で出てくる、次で。違うよ、これ。バクシ。イズナイトの次回も頑張ります。バクシ。バクシ。でもまだチケットあるんだね。引いてきましょう。はい。開きますよ。さあ、ここで髪が来てぜ。メリーちゃん。私、アイネル大好きだから、さあ、来てくださいね。行きます。次回も頑張ります。また、いつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。アイネル好きだから、もう、ほんと。さあ、ガチャをここで引いてください。さあ、まったー。はい、まずれ。次回も頑張ります。また、いつでも来てくださいね。こんばんは、ジェルもお手伝いか。もう、爆死シーン多いもん、これ。行ってみましょう。なんか違う気がする。あ、違ったわ。選手、次回も頑張ります。あ、ニューだ。またいつでも来てくださいね。まあ、これはまあいいかな。夜もお手伝いかん。開きますよ。来い。
アルケミスト、アルケミスト。よし。来い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 。低いなやっぱり。開きますよ。かい、アルケミスト。爆死。もう分かってたこの時点で爆死。はい、今爆死だと分かってた、これも。もう頑張ります。またいつでも来てくださいね。こんばんは。夜のお手伝いか。開きますよ。よし、こっち。はずれ。アルケミスト来いや、もう。夜のお手伝い頑張ります。キティ姿のメリー来てくれ、もう。開きますよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。こんばんは。夜のお手伝いか。頑張って開きますよ。え、待って。え、待って待って。可愛いが押し寄せてきます。え、待って。え、当たった？あ、待って。え、これ誰だろう、待って。わかんない。三者三様、待って。え、園部ちゃん最初の。え、まあ、いいや、ほら、まあ、いいや、ラッキーラッキー。あや？あや？すごかったです。次回も頑張ります。え？これどんの？こんばんは。あ、そうか、そうか、さっき出てたのか。この、園部ちゃん下の名前なんだろう、待って。下の名前なんだろうね、まず、園部ちゃんって。爆死。もう。でも割と近かった。でも割とメリーちゃんに近いぞ、これは。割と近いぞ。もうこの時点で分かってるから。単発ってこんないの、マジで。行ってみましょう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗です。なんかいる気配しないんだよな。なんか。そう、次回も頑張ります。一向に出る気しないんだけど。来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。もうチケット11枚だよ。開きますよ。
いや、かぶりまくってるもん。単発ってそうなってできるんか。またいつでも来てくださいね。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。開きますよ。だ。と見せかけて外れかーい。最近こればっか多いね。いつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗。三者三様私見てないな。でも開きますよ。これこんなガチャも悪いか俺まあいや、でも一個当たったよね。あの右じゃなくてその左のメリーちゃんの。よし、来い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 来た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 。うっさやっいつもの私と一味違うわよ。なんてったって相棒にキティがいるからね。よく言うや。すごかったです。次回も頑張ります。抑え込んだだけだ。今夜はお月様が綺麗ですね。オッケーオッケー。いやでも二つとも取れるとはまさかの思わなかったかな。チケットで いやーまあちょっと一回戦って終わりましょうか。まずあの次回予告しますけど、あの次回はあのシナリオクエストの6節から10節までちょっと読もうかなと思ってます。じゃあ収集クエスト1回のあの長級だけやって終わります。まさか2つとも当たった決めてます。急に良くなったお母ちゃん。あ、いいか、ちょっと時間なし。オッケー。よし。かわいい妹たちのためなら、なんだってやる覚悟があるよ。まさかまさかもう二人ともガチャが当たるとは思いませんでした。まあ、奇跡と夢のパーティー、いつまでだったっけ、これ。どういうのだったかな。あと6日だからさ、キティのリボンつけてみたら悪くないわね。今日ですか。あと何日だ。マジであと6日だって12日までやってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。